あとレトロマシーンズですね、はい、これもまあアナログシンセ系のやつですね、まあ、結構ぶっとい感じの、シンセ、まあ、過去の名作に模したシンセが入ってるという感じですね、はい、モナークと一緒に使うといいんじゃないかなと思いますね。ちょっとねチャラい、チャラい 80s の音とかレトロマシンズは結構強いんですよね、はい、うん、はい、あれですよ、ユーロビートとかでも結構ね使ったりとかできるかなっていう、はい、あとウエストアフリカ、はい、これどう、これは面白いですよ、マミシン君って感じ、マミシンさんですね、うん、これすごいいいっす、これは、あ、はい、もう使うかどうかは分かんないんですけど、でも聞いてみるとなんか、うん、このコンプリートっていうのがすごいんだなって思える音源ですね、すごいリアリティがあります、本当にだ、これだってフルサンプリングでしょ、フルサンプリングです、コンタクトって、うん、ワークフローを使うんですけど、うん、コンタクトのは全部サンプリングなんで、うん、本物の音を入れてるんですよ、うん、もうこのウエストアフリカ一聴したらすぐにアフリカな気分になるそれ違う、間違った使い方がまあいいか、それはで、ちょっとフルサンプリングについてですね、はい、ちょっとなんかこうどんだけすごいものかっていうのをですね、改めて説明をしたいんですけど、はい、ちょっと待てよフルサンプリングってどんだけすごいかっていうとさ、知ってる人はいいですよ、知ってる人はこうピッと飛ばしてください、うん、知らん人結構いるでしょ、そうですね、意外と全然いらっしゃると思う。ベロシティがですね、ベロシティっていうのはその音の強さっていうのが0から128かまでであったりとかするわけですよね。127か、0から127か、で、そのサンプリングのそのまあ例えばですよ、極論言ってその0から127で2つに分けたら、まあその60ぐらいで分かれるのかな、はい、強と弱、うん、ね、うん、例えばっていうのと、はい、うん、強いのと弱いの、うん、で、1212みたいな感じで打ち込んでいくと強いのと弱いのがあるじゃないですか、はい、でそれをマイクで録音するわけでね、はい、うん、高性能なマイクで、で、さっきので強いのと弱いのと録音して、で、1212だからちゃんとしたもオーディオ音源、そうなんですよね、生撮りっていうことなんですよね、はい、でも、もちろん人間の演奏ってそんなにこう単純じゃない、ただまあみたいな、はい、単純じゃないじゃないですか、だからもっと細かく分けましょうと、はい、それ10段階20段階、30段階、40段階って分けて、だからこう、はい、分かりづらいみたいな感じでだんだん強くしていくわけですよね、はい、うん、っていうのをいちいち取るんですよね、うん、で、それが入ってる、はい、うん、いう感じなんで、例えば鍵盤で弱く押したときは弱く、はい、強く押したときは強く、それの段階がきめ細かく入ってると、はい、だから本当の楽器のような演奏ができると、それでも生の音にはかなわないけど、はい、そんでも相当そんだけ刻めば相当だろうみたいな、そうですね、その制作者とか音源によるんですけど、どんだけ細かいかっていうのはね、ただ、それがフルサンプリングの凄さ、はい、で、ウエストアフリカっていうのは、もちろん生のやつを撮ったわけだから、はい、相当音質はいいということですね、はい、12,800円、まあパーカッション、まあ、西アフリカって今度まあパーカッションですよね、パーカッションですね、うん、だからちょっとラテンっぽい音も出せるし、なんかアフリカっていうのが前に出て、そうですね、うん、なんかなっちゃいますけど、ただのパーカッションなんで、ただのパーカッションなんでボサノバだったりだとか、そうですね、あとハウスとか、ね、ラテンハウスとか、はい、トライバルハウスとか、そういうものでも使ったりとかもできるということですね、はい、はい、ちょっとエスニックな雰囲気を出したい場合は使うといいでしょう、はい、あとはエプリカ
ですね、これはですね、フィルターとフェーザーの、はい、こうやって詰まってる時点で陽介カニが普段使ってないってことはバレましたあ、レプリカですね。違うじゃん、これレプリカだ。レプリカ R、うん、あ、ごめん、俺疲れてたんだ、うん、打ち間違えたレプリカか。レプリカはボーカルに使うと本当にいいです、ね、え、マジで。これめちゃめちゃいいディレイです。あの12でしたっけ今12、うんうんうん、にアップグレードして、うん、確か初めて投入されて、うん、でセレクトについてるのびっくりしたんですよ。こんないいのがついてていいのか。めちゃめちゃもう、え、ほんと、どんなディレイよりも今一番僕使ってます。え、マジで、はい、めっちゃいいです。キックも使ってんの。これめっちゃいいです。マジでびっくりしました。だって庶民だって普段もう一輝くんなんてかもう偉くなっちゃってもう、あの庶民の使ってるものはもうそんなことないです。ネイティブのなんて使わねえよみたいなそんなことはない。そんなことないですね、うん、いやでもレプリカ本当にいいです。これは本当、これは本当に。でボーカルにかける。ボーカルにかけますとか、あとはあのリード弾いてるアルペジオのギターとか、うん、ちょっと浮かせたいやつにかけると、うん、めちゃめちゃ綺麗に音がきらびやかになりますね。なるほどなるほど。ただあの、うん、上質すぎて結構使い方が難しい部分なので。あ、だから上級者じゃないと。そうですね、きちんと自分が思ってるサウンドがある人が使わないと、うんうん、しちゃかめちゃかになっちゃう部分はあるんですけど。なるほどね。でも、うん、あの突っ込むだけでもすごくわかる。おー、めちゃめちゃいいです。という感じで、はい、それがですねついてくると。素晴らしい。ただでっていうかもうついてきちゃうんですよ。嫌だって言ってもついてくるんですよこれどうすか。そうっすね、本当に。そもそもだってマシンだけで、うん、マシンマイクロだけで3万ちょっとですよね、うん、本当は、うん、なんか進めといてテンション下がる結構ね、これ本当の気持ちなんですよ僕ら。そうですね、こう自分がやっぱ一個ずつ買いだめて、うん、まあ、やってた分、まあでも自分がもし何も始めてない状態だったら絶対買ってると思います。絶対買ってるけど、でもありがたみが分かんないと思う。そうですね、まあ、うん、とか言って売る気ない本当ありがたみ分かんないと思う、これ使ってみないと。だから俺が一番パターンとして、まあ、別に欲しいと思ったら買ってもらえばいいんだけど俺とかさ、一輝くんみたいな人が周りに曲作りをこいつは始めてほしいと、はい、いうやつに勧めてあげてほしいなって、はいはいはい、うん、本当に価値のある人に使ってもらいたいなというふうに思います、はい、であとですね、一つ僕は注意点がありまして、そうそうで鍵盤もついてくるからね。あ、そうだ、鍵盤。あ、そうそう、あで DAW ソフト、まあはい、いわゆるホストアプリケーションって言いますけど作曲ソフトですね、はい、でマシーンソフトウェアは当然ついてきます。これだけでもトラックメイクできます、はい、なんだけどもさらに、Ableton Live Lite ですね、はい、ライトといってもしっかり使えますね、はい、ライトで、あとはキューベース、はい、もうついてくると。これちょっと盲点でした僕、うん、あ、ついてくるそういえばみたいなでしょ、ほんとすごいんだよこれ、うん、っていうもう本当に至れり尽くせりの感じなんですけど、一つ注意点があってで、パソコンなんですよ、はい、パソコンで、まあ、結構容量が食うのでそこに注意したいのと、ちょっとねプラグインとか突っ込んだりだとか特にエアーとかだと結構メモリーが食うんですよ、はい、うん、なんでそれなりのスペックのパソコンは使ってほしいなというふうには思います、はい、はい、という感じでございますね。まあ、微妙な場合はホタレコに聞いてもらうっていう感じになるのかな。そうですね、まあ、現行の Mac だったらまず大丈夫、まず大丈夫だと思います。で Windows でも10が乗るやつでも怪しいやつは怪しいと思う。すごい暴力的にいっちゃうと3キュッパとか4キュッパで買ったパソコンはちょっと怪しいと思います、ね、Windows マシンだったら。 で、 でも6キュッパとかだったら動くと思います本当に、うん、まあ、いろんなパターンがあるからね、はい、うん、あるんで、あれですけどね、まあ、Core i5 の
クロップ 1.8 以上とか、はい、まあ、多分そんな感じなんじゃないのかな、うん、でも 何世代とかあってもよくわかんないんだけど、はい、うん、まあまあそんな感じでございます、はい、いうことでこれはあの本当にちょっと複雑な心境ですけどめちゃくちゃ得なんで、はい、あので、一応もう数量限定っていう風なんで、はい、本当にちゃんと始めたい人はね、これぜひかもう買ってください、はい、もう悩むんだったら買った方がいいですね、絶対買った方がいい、絶対に、うん、その営業とかじゃなくて、はい、ちゃんとね、俺はあのちゃんとあのしっかりね、あの心を込めて作りました、はい、もう取り置きなんて甘いオーダーしていけない間違いない、はい、そういうことでございます。でもこれ本当あれだよね、プロのリリースまでいけるっしょ、いけ、全然いけると思います、全然いけるっしょ、はい、うん、っていうぐらいの、いやそんな甘い話あるのかよっていうところなんですけど、はい、ただもう夢は全然近いですね、ですよね、はい、うん、まあ本当にそういうことでございますので、まあ年齢に限らずね、はい、まあなんか本当50代とかの人でもいいし10代の子でもいいし、ただ一つ言えることはパソコンはある程度の知識が必要だと、はい、いうことと、まあ最初はこれさえできればパッと簡単に作れますというものではないですね、はい、それなりに勉強はしてもらわないといけないということなんだけど、その表舞台というかな、その割とねメジャーな、まあ、イックみたいなトラックメーカーの世界に入っても恥ずかしくないですよね、はい、うん、いうことでございますので、はい、ぜひお試しいただければと思います、はい、じゃあよろしくお願いします、ありがとうございます。